どうも、むつみです。今日の動画はスラップ講座やっていきたいと思います。以前にもスラップ講座の動画は上げてたんですが、こっちのスタンダードスタイルの方だったんで、今日はフリースタイルを解説していきたいと思います。フリースタイルっていうのは、普通のスラップが親指が横向きなのに対して親指を縦にして行うスラップのことをフリースタイルって言います。ではフリースタイルの一番肝となるこのサムピングから解説していきたいと思います。普通のスラップだと親指を横向きにしてっていう感じでやるんですけど、フリースタイルだと親指を縦にしてこういう感じで弾きます。やり方なんですけど、親指で弦を叩くっていう感じですね。こういう感じです。この時よくやりがちなのが、親指を弦に押さえつけてしまって音が出ないっていうことがよくあります。親指は弦についたらすぐ離す。イメージとしてはこういう物とかで弦を叩くと音が出ると思うんですね。こういうイメージでサムピングすると綺麗に音が鳴ってくれます。で、あともう一つやりがちなのが、弦を弾こうとしてサムピングしてしまう。こういう感じですね。こうではなくて、サムピング、フリースタイルでやるときはちゃんと叩く。叩く場所はここら辺ですね。ここら辺で叩いてあげると、こんな感じです。ではサムピングの練習フレーズ用意したんでやってみましょう。どうぞ。では次はプルを解説していきたいと思います。プル、中指か人差し指でサムピングした後に弾く、これですね。これがプルです。僕は人差し指でやってるんですけど、中指でも大丈夫です。で、この時のコツ、手をプルできる形にしておいてサムピングをする。なんでここで鳴らして、ここでプルするっていう形をもうすでに作っておくんですね。この形を体に覚えさせて、サムピングした後にすでに指がプルできる状態にしておく。こうすれば何もストレスなくプルすることができます。プルするときは指のだいたいこの第一関節の半分くらいに弦を引っ掛けて、ここでビッと引っ張る感じです。よくやってしまうのがこういう感じになってしまうではなくて、手首はこっちに返すようにしましょう。こっち側でもなくて、こっち側でもなくて、こっち側。こうすることで速いフレーズを弾いた時も綺麗に音が出せるようになります。よく見るのがこっち側にこうやってる人をよく見るんですけど、これだと速いフレーズが来た時に綺麗に音を出せないです。ではなくてこっち側にやってあげる。これを意識すると綺麗なフォームでフリースタイルのスラップができると思います。ではプルを交えた練習フレーズ用意してあります。やってみましょう。
いかがだったでしょうか。最後にスタンダードスタイルとフリースタイルのメリットデメリットをお話しします。まずスタンダードスタイル、こういうやつですね。これのメリットとしては細かいフレーズを弾くのに長けています。この横にすることでアップダウン奏法やロータリー奏法とか結構使える奏法の幅が広がります。フリースタイルではウェイビーが縦になっていることでそういうことはできないんですけど、こっちだと細かいことができます。で、こっちのスタンダードスタイルのデメリット、低く構えた時に手首に負担がかかってしまってうまく弾けない。体の構造上ここで一番安定するようになってるんですね。低く構えるとこういう風になってしまって手首がうまく回せなくなってきます。練習すればどうにかなる問題なんですけど、やっぱり高く構えた時の方がうまく動きます。これが親指横向きスタンダードスタイルのデメリットかなと思います。次、フリースタイルのメリット、低い位置で構えた時も綺麗に音が出せる。親指が下になってるので下に構えた時でも手が自然な状態になります。低く構えたい人とかはフリースタイルおすすめです。あともう一つはアタック感の強いスラップができる。派手なスラップ、力強いスラップができるって感じですね。弦を叩いて音を出すスラップですので、みたいな感じで結構派手に動かしても綺麗な音が出せるし力強い音が出ます。ではフリースタイルのデメリット、細かいフレーズが弾きにくいっていうことがデメリットだと思います。こっちだとこういう感じで、サンピングでいろんな弦に行っても全部綺麗な音が出せるんですけど、スタンダードスタイルだと。フリースタイルだとどうしてもこういう感じで、ちょっとだけ弾きづらくなります。音は出るんですけど、どうしても音はちっちゃくなってしまいますね。っていうフレーズもフリースタイルだとこういう感じになってしまいます。これがデメリットかなと思います。という感じです。両方いいとこ悪いとこありますが、場面場面によって使い分ければいいと思います。曲の中で一箇所だけ細かいものが入ってる時とかはずっとフリースタイルでやって、そこだけこっちでアップダウンとかやるのもいいし、アタック感を強く出したい時とかだけフリースタイルでパパパパパパってやるのもいいと思います。フリースタイル最初のサムピングを出すまでが結構時間かかるかもしれませんが、出てしまえばもうこっちのものなので、そっからの上達は早いです。頑張って練習してみてください。というわけで今回はこんな感じで終わります。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。